ゴールキーパー、この試合が JFL 通算199試合目、中川雄二ベテランです。ディフェンダーは新潟からやってまいりました27番田中秀也、そして JFL 通算193試合目控えの選手はご覧の7名となっています。ホームのカタール富山の選手をご紹介しました。続いてニューウェーブ北九州です。ゴールキーパーは水原博樹、ディフェンダーはドグラスに長野亮、藤井勇樹、佐藤真也、そしてニューウェーブ北九州は与那城ジョージ監督となっています。2008第10回 JFL サッカーの日本フットボールリーグ、今キックオフされました。カタールのキックオフです。カン・ヒョンスのスローインですが、後ろからプレッシャーを受けましたがファウルはありませんでした。ディフェンスライン、この辺りのボール、セカンドボールはニューウェーブ北九州です。ここはカタール守備の番です。さあカタールピンチですが、右サイドに北九州がボールを展開する、エリアに折り返してくる、ゴールキーパー中川落ち着いています。左足で巻いていくボール、曲がっていきました。さあ上野の顎を落として、セカンドボール最終ラインから柔らかいボールを放り込んでいきますが、これが合いません。いや、まだ繋いでます。川崎健太郎、川崎のクロス、いや、かわしていきます。左足狙っていきました。ファーストシュートです。そうですね、まあ、立ち上がりの、まあ、この最初のファーストシュートっていうところでね。さあボール、カタールボールです。チャンス、走っていった田中、オーバーラップで上がったぞ、エリア内折り返す、ヘディングシュート、まだ落とす、チャンス、しかし接触プレーです。大きなチャンスでした。でそこに走っていた石田が、はい、まあ、長谷川選手もそうですね、意図的に、浜の裏を捉えた。さあ堤がカバーする、堤のディフェンス、折り返す、よく抑えました、よく守りましたね。まあですけど、まあ 4枚でもね、はい、やることは変わ そ, う、ね、そんなに変わらないと思うんでね、はい、まあ、選手も非常に経験がありますからね。さあピンチ、チャンス、取りました、よく抑えました、はい、カン・ヒョンス選手、期限付き移籍でこのカタールにこの2008やってまいりました。さあ裏を狙ってチャンスを迎えるぞ。さあカタールチャンスだ、折り返していく、シュートに行ったのか、やはり初対戦のチーム、まあ、カタールも新チームなんですけれども、 YKKAP やアローズ、北陸で経験の多い選手がいます。さあカタールチャンス、右サイドスレッドが出た、小田切前を向く、エリア内3人いる、小田切のファーサイドのクロスが入った、しかしゴールキーパー水原です。ちょっと小田切選手足元入りましたね、はい、カウンターでニューウェーブです。ピンチクリア、中はいい判断です。渡辺前を向く、柔らかいボールを狙っていく、まだある、シュート、強烈なシュート、上園ミドルレンジから放っていきました。しかしわずかに合いません。ここはカタールボールにしたいところ、浜野落ち着いて、うっ、奪われました。さあディフェンスは2枚です。カソワノも追っていく、シュートに行った、ゴールキーパー中川落ち着いて、カン・ヒョンスです。ヘディングシュート、惜しい、まだあるか、割れていきましょう。カン・ヒョンス右足、浜野のシュート、マークつけてないですね、しっかりとニューウェーブ北九州陣内に入ってのカタールプレーです。はめて、ね、さあチャンスバイタルエリア、止めていった、行くか、シュート、どうだ、外れましたか、わずかに左だ、点を仰ぎます。いやいや、惜しかったですね、石田。気になりましたかね。ご覧いただきましょう。ああ、わずかですね。さあ、流れは完全にこの時間はカタールですから。そうですね。このロサイム終わりました。前半終了のホイッスルです。これからセカンドハーフのキックオフです。藤吉から一旦ボールが後方に切られました。アップを始めますね。はい。サイドを変えていった。さあカタール、いい形で小田切にボールを出した。小田切前を向く、さあシュートに行きます、ロングシュート。後半に入って小田切ですよね。そうですね、はい、まあ、ただ今みたいにあそこまでね、小田切選手がやっぱ高い位置、カタールのゴール裏サポーターの声が大きくなっています。柔らかいボール、あー、フリーですね、ヘッドが決まった、ゴール決まりました。カタール歴史的初ゴールが生まれました。長谷川です。はい、シュートですね、長谷川、セットプレーからゴール正面、ヘディングで押し込んでいます。カタール富山、歴史的初ゴールは13番の長谷川光、合
相手ディフェンスの裏すっと抜けましたね。そうですね、まあ、フリーですから ね、 そうですね。川崎動いて、川崎スルー、カン・ヒョンスンシュート、50点、ね、シュート押し込んで、バラある弾いたボール、反応しました、ファーです、正面だ、ヘディングシュート、押し込んでいったか、惜しい、惜しかったですね、惜しかったですね、やはり今のも浜野が最後、ヘディングシュートしますね。お、高いですね、高いですね、右のクロス、バーサイドへ飛び出す中川、いい判断だ、この後ですね、落ち着いて、ここはオフサイドないかですね、はい、さあカタールピンチですが、この辺り、うーっと危ない、入ってしまったのか、もったいないですね、入ってしまいましたが、藤吉ですか、やはり北九州の藤吉です。そうですね、藤吉選手うまさ持ってますね、旬の好きですね、疲れました、はい、リプレイですね、この後のバイタリーラー、この辺りでのちょっとマークが外れました、ね、足当たってるんですね、当たったですね、川崎健太郎、追いつかれてしまった、なんとしても先に点を取って勝ち越し、狙いたいカタールです。ショートコーナーからの戦、あっと危ない、フリーですね、決まってしまった、足りないですね、決まってしまいました、やはり今見たショートコーナーだった時に逆サイドのマークっていうのはね、どうしてもルーズになっちゃうんでね、そうですね、この後ですね、この後、ちょっといいですよね、まあ、さあ1点のビハインド、カタール富山、さあチャンスだ、カタール打て、シュート、どうだ、左だ、惜しいですね、川崎に変えて朝日です、朝日ですね、はい、で田中に代わって木本が入るようですね、はい、が1点リードです、こちら朝日大輔選手、こちらは17番木本選手です ね、 ですね、はい、昨年の JFL の新人王ですね、そうですね、セカンドボールを前に行った上園、フリーですよ、さあ片割れがチャンスを迎えました、右サイドからクロスが入った、あ、惜しい、さあ片割れチャンス、左サイド上がっていった、さあ前を向く、クロスを折り返して、さあチャンスだ、エリア内倒れた、まあ、変わった2人絡みましたね、今、はい、いい動きを見せました朝日大輔、国士舘大学でもコンビネーションを組んでいました、折り返していって17番木本圭介選手がゴール前に、渡辺が前に向きました、長谷川クロスが入った、正面ヘディングクリア、バラールシュート、バラールぞ、上園、そしてここからいったシュート、バラール連続攻撃ですがゴールネットを揺らすに至りません、ちょっとミートしなかったですね、はい、浅井選手、小野伸也スルー、佐野、おお、佐野が狙いしまして藤吉に変えまして24番森田が入ります、さらに9番の森本に代わって11番宮川大輔が入ります、選手交代です、 UM 北九州11番宮川が入りました、宮川は元ザスポ草津の選手です、あ、9番ですね、さあ木本、あ、パンチ、トスの決定、ドクサー同点ゴール、やりました、堤です、堤、同点ゴールが決まりました、さあカン・ヒョンスですか、カン・ヒョンスですね、カン・ヒョンスからのコーナーキック、ややファー気味の遠いサイド構えていました、堤がヘディング、ドンピシャです、ドンピシャですね、相手のマークをうまく外して、しかし右を使いました、繋いでどうだ、ああ奪われたですね、ここで試合終了のホイッスルです、